ソーセージ、ソーセージもしくはブルスト、とは、長獣類のひき肉などを塩や、香辛料で調味しケーシング等に充填した食品。茹や燻煙などの燻製処理を行い保存食とされることが、一般的に多いが、ドイツなどでは、生ひき肉を詰めたまま、メットブルストのものをパンに塗り付け食する種類もある。日本語では、蝶詰めとも表記される。歴史はハムよりも古く、 ホメロスのオデュッセイアにはすでにヤギの胃袋に血と脂身を詰めた兵士の蛍光食として登場している。保存食としての伝統的なものとして刻んだ肉と塩を食べられる。袋状のもの、ケーシングという煮詰めて作られる。塩を入れる理由は有害な微生物の増殖を抑制することと筋繊維タンパクを溶解させ肉同士を結合させるためである。 アメリカのブレックファストソーセージのように成形のみで蝶詰めされないものも存在する。ひき肉をケーシングに詰める作業にはソーセージフィラーあるいは専用の絞り機もしくは絞り袋を用いる。このうちソーセージフィラーは本体がシリンダー状になったものでケーシングをファンネル部、口金にセットした後で圧力をかけるとひき肉が押し出され。 ケーシングにに詰められるるようなな仕組みになっている中に詰める肉の粗さ、肉と脂肪との比率、血液、シーズニングなど地域によって様々な種類が存在し、さらに保存方法も空気乾燥、燻製、発酵など多岐に分かれる。ブーダンブランのように種類によっては、パン、小麦粉、米、オートミール、コーンミール、 春雨など添粉質の素材をひき肉を混ぜることもあり、調理時にこれらが肉から出る水分や脂肪が吸され縮みにくくなることがある。また、製造後数日で調理して食べることを想定したものを生ソーセージと言い、製造過程で加熱しそのまま食べられるものを調理済みソーセージと呼ぶ。日本では魚肉を加工、包装した食品が販売されており、これを魚肉ソーセージというが、 単に、ソーセーセジと呼ぶ場合もある。日本ではフランクフルトと共に都市名よりも先に食品名を連想するほど代名詞化しており、特にドイツ圏のものが有名である。ドイツ語ではブルスト、ベストと呼び、さらに地方ごとに多したような形態があり、その地名を冠して呼ぶことが多い。日本では太くて大きいものを特にフランクフルトと呼ぶが、本来は フランクフルト名産のブルストなので、フランクフルターブルスト、フランクフルト風ソーセージと呼ばれている。また、日本でウィンナーソーセージと呼ばれている食品は、オーストリアウィーンではそう呼ばれていない。他に、細くて長いチューリンガーブルスト、短いニュルンベルガーブルストやミュンヘナーブルストなど、様々な種類がある。郷土料理として煮たものに、赤新肉やジャガイモを、メス豚の胃に詰めて茹でた。 プファルツ風のがある。フランスのブーダン、台湾の朝鮮半島の住んで、イギリスのブラックプディングなどは血を腸に詰めたもので、ブラッドソーセージと呼ばれる。ブーダンはリンゴを添えた料理が一般的である。レバーソーセージは材料の肉の一部をレバーに置き換えたものである。また、臓物を腸に詰めた、フランスのは大きさによって従来のソーセージのように一本丸ごと使うか、 ハムのようにスライスする。いずれも独特の趣味があるが慣れると好む人も多い。マグリブ諸国には豚肉の代わりにハラールの羊肉を使い赤唐辛子を効かせたという蝶詰があり、北アフリカからの移民の多いフランスでも一般的である。一方ユダヤ人人口の多いニューヨークでは牛肉製のフランクフルトやサラミが市販されている。1970年、 昭和45年に日本ハムソーセージ工業、共同組合より発行された、食肉加工百年史においても、強肉製品と呼ばれているハム、ベーコン、ソーセージ類の製造がいつ頃から開始されたかは、明確には知り難いとされている。食肉加工に関する文献では、1892年、明治25年に、博文館より発行された、農学史、今関常次郎の著書、 農産製造に蝶詰めの製法の記述がある。本格的な製法は、1910年、明治43年2月1日から3月2日に、渡る30日間、農商務省四畜牧場渋谷分場にて開催された、豚肉加工講習会、農商務省食卓技師であった、飯田義秀により、都道府県派遣の技術者に公開された。飯田は、 米国入りの一周に留学して豚肉加工技術を学んでおり、この加工技術は主に米国式のものである。一方民業では1910年、明治43年にドイツ人国区であったマーチン・ヘルツが横浜市山下町にて小規模ながら純ドイツ式のハムソーセージの店を開き、外国人に販売していた。千葉県捜査軍東洋村、千葉県、現、 三部群横芝光町から山下町にあった豚肉おろし屋であった江戸清に見習いに来ていた大木一蔵、以下一蔵は1912年明治45年マーチンヘルツに弟子入りドイツ式ハムソーセージの加工技術を学ぶ1914年大正3年第一次世界大戦が開戦となると日読は 交戦国となり、ドイツ人であったマーチン・ヘルツは収容所へ入れられそうになったが、ゾ蔵が当時の神奈川県知事に掛け合い、最小規模の食肉加工業を知事より許され、ヘルツとゾ蔵はハムソーセージの製造販売会社、講師会社、サしずや紹介を設立しゾ蔵が代表者となる。一蔵は大正6年11月1日に開催された。 1> 第1回神奈川県畜産共進会に日本で初めて出品し、1920年、大正9年に独立。横浜市元町一丁目に合名会社大木ハム製造商会を設立。自身の事業に励む傍ら、大正末期から昭和初期にかけて東京帝国大学や東京農業大学で食肉加工技術の講義担当するとともに、農商務省の食卓、 無給で各地で豚肉加工の講習会を行い技術を各地に伝えた。また自身の工場にも多くの弟子を受け入れ、一人前になるとその技術を必要とする企業の要望を応じ、派遣した。昭和12年に発行された大木ハム製造商会のパンフレットには、子僧が日本で初めて製造を始め、またその弟子数十人を全国に派遣しているとともに、 大学等の講習会で教えを受けた者は万人を超えるとの記述がある。この流れに属する者は大木流と呼ばれている。他方、第一次世界大戦時に捕虜として、奈良市の捕虜収容所に連れて来られたドイツ兵、カール・ヤーンら5名の職人が、飯田により新設された、農商務省畜産試験場、千葉市の求めに応じ実演してみせ、1918年、 大正7年2月、この技術が農商務省の講習会を通じて日本全国に伝わっていったという逸話がある。このことから、奈良市の市は日本の創生時発祥の地と自称しているが、これははだ疑問である。戦術の通り大正7年当時、すでに大きい地蔵により製造されており、また、神戸や長崎といった他の地域でも、 大正三年当時には製造が行われていたからである。また、畜産試験場の技師であった飯田義秀の執筆した文献は、先の米国式に準じたものが主となっており、当時の他の文献もそのほとんどが飯田義秀の文献をなぞったものが多く、奈良市の主の説を裏付けるような文献は見当たらない。また、捕虜となったドイツ人の何人かは日本に留まり、ヘルマン・ウォルシケ、 アウグストローマイヤー、カール・ブッチングハウスなどは日本に、ソーセージの文化を広めることに貢献するのであるが、当時は、日常に親しまれていた食品ではなく、普及するまでには相当の時間を要した。一方、北海道では1919 19年に来日した、カール・アイデル・レーモンの功績が大きい。一般社団法人日本記念日協会は2015年、平成27年から、 11月1日を、創ー時の日と認定したが、これが1917年、大正6年11月1日、第1回神奈川県畜産協振会に出品され、大きい一蔵の作。出品名義は、江戸清高橋聖七、品評会に出品された、最初の国産品であったことにちなむ。日本ではジャスにより、規格が定められており、原材料や、 調理法やケーシング、腸もしくはフィルムの皮によっていくつかの名称が付けられている。特級は豚及び牛のひき肉だけで作られたもので、上級は豚及び牛のひき肉に決着材料を加えたもの、標準は畜肉など、副原料として魚肉含むのひき肉に決着材を加えたものになっている。なお一般にはケーシングによる区別で、羊の腸に詰めた、 直径 20mm 未満のものを、ウィンナーソーセージ、豚の腸に詰めた直径 20mm 以上 36mm 未満のものを、フランクフルソーセージ、牛の腸に詰めた直径 36mm 以上のものを、ボロニアソーセージとしている。また、製品の水分量が55%以下のものを、セミドライソーセージ35%以下のものを、ドライソーセージとしている。 ケーシングや水分量によらず、魚肉及び、芸肉の原材料に占める重量の割合が15%以上になると、これら、ソーセージの規格を外れ、魚肉及び芸肉が15%以上50%未満なら、混合ソーセージ50%以上なら、魚肉ソーセージの規格に分類される。日本の商品として、赤色1 0号。 こっちにいる色素などで表面を赤く着色したウインナーソーセージがある。これは良質の素材を用いることができなかった昭和中期に考案されたもので、プレスハムなどと同様に発色の悪さを隠すための苦肉の策であったと伝えられている。しかしながら、現在ではタコさんウインナーに代表されるお弁当の定番として多くの日本人の支持を得ているほ、アニメなどを通じて、 日本固有の食材として海外にも、その存在が認知されている。魚肉ソーセージも、参照のこと。コーキラ天語のサルスス、ソルセス、塩漬けに下に由来する、サルシキウス、サルセシャスの単数女性系、サルシキア、ソルシナから転じた、古北部フランス語、ソーシッシュ、ソシシシエイが語源。両者とも、完成品であるソーセージからは、 実際に使われている肉の種類や添加物、製造現場の衛生状態などは判別困難であり、ひき肉、血や内臓などを混ぜることもあるや、動物の腸など、材料のも思い浮かばないことから。2015年10月26日、世界保健機関、風の外部組織である国際眼研究機関、EARC がハムやベーコン、ソーセージなどの加工肉を食べると、 大腸がんになりやすくなるという発表を行った。これらの加工肉を1日 50g 食べると、結腸や直腸の癌発生リスクが18%高まるとし、世界中の消費者を驚かせた。特に豚肉などをピンク色に保つために、食品添加物の一つである発色剤のアショウ酸ナトリウム、NA を添加している点が問題視されている。 イー,アーク発発性性リスク一覧のががあるると、さされれグループ1に、加加工肉が追加されている。当食品による食中毒が1000年以上前から起きていたが、ハムと共に発症要因であると判明したのは1870年のことであった。この時、ボトゥルス、ラテン語でソーセージを意味するを、元、ボツリヌス、ボトゥリヌス中毒と名付けられる。 さらに1895年に原因菌のボツリヌス菌が発見された。なお、ボツリヌス菌が作り出す毒素は強烈であるが熱に弱く食べる前に加熱することで簡単に分解する。また、今日の日本では万が一のことを考慮し加熱殺菌済みの製品が多く流通している。ソーセージの日本農林企画、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。